仮面巨人さん、こんばんは。こんばんは。自分ばっかりが頑張っておるってると思うと虚しくなりますねと、うん、そう、やっぱり恋愛はそこで、うん、なんかその、なんて言うんだろう、好きになった方が負けみたいなところがあるじゃないですか、うん、なんか私ばっかりやってるみたいな。でもその NT の人は頑張ってないわけじゃないと思うんですよ、はい、とは思うんですけどね。ずっと考えてんじゃないですかね。でもどうしたらいいんだろう、たまには餌をくれよと、うん、っていうのが、はい、わかんないわけじゃないですか。じゃあ好きって言ってって言えばいいんじゃないですか。好きでいいんですか。好きって言って私のこと好き、好きって言ってって、うん、うん。でも何か決めないときで SJ の人はこれを決めたいってくるわけじゃないですか、はい、好きって言われたらってならないですか。じゃあ好き、じゃあ好きじゃねえよってまあ、ね、あ、こういうときは好きなんでしょ、好きって言えばいいんでしょ。なんか違うな。はい、すいません。はい、トゥイティさん、まだ曖昧な関係が続いてまして、はい、4月転勤がほぼ確定だと、タイプ5の INTJ の男性には最後女性から歩み寄るべきなんでしょうかと。もう転勤なら行くべきじゃないですか。行くべきというか行った方がいいんじゃないですか。うん、INTJ 仲良くなりたいならですよね。そうですね、うん、転勤が決まってて、ただこの INTJ は、うん、内向直感、さっきの人が J が P になった感じですよね。いや、あ、そうですそうです、ただ、うん、さっきは内向思考の人、 INTJ は内向直感の人、直感の、はい、うん、知識を重視、内省的、学術的なことを重視、形式を重んじる、うん、物事の進化を重視する、うん、物事の知的な部分を重視する、うん、どうなのかよりどうなるのか、今後のことや可能性に興味を向ける、うん、問題の中心に目を向けている、うん、ま、学ぶことが好き、うん、ストレスにさらされると自分の世界に引きこもる、うん、その場から離れて無双にふけて頑固でよそよそしくなる彼が転勤が決まりましたと、うんうんうん、そのもうほぼ会えないレベルの転勤なんですかね。まあ、あの離れる時点で、うん、もう県が離れただけでもちょっと、うん、もうあれですよね、毎日会えてたのが会えなくなるわけですもんね、うんうん、で、はい、その後ですよね。そう、何があったかは分からないが、うん、男性には女性から歩み寄るべきなんでしょうか。まあ、向こうから歩み寄りがないので あってで仲良くなりたいなら、はい、行った方がいいとは思う。あ、僕もそうなんですよ。チャンスですよね。チャンスというか僕の場合は自分の気持ちが大事で、うん、要は気持ちを伝えないままに行ってしまった時に、うん、後悔だけが残るんですよ。あ、そう。あ、でそれと僕だったらチャンスですよ、はい、なんかきっか言うきっかけってなかなか作りづらいじゃないですか。なるほど、うん、なる楽しいな、なんか楽しい。でそれがこう4月に行っちゃうってなったら行く前に伝えたかったって言ってあ、なんかキュンとしますね、なんか、うん、なんでしょうね、この、うん、高校生もうかれこれ30年ぐらい前にそんな出来事があったような気がしますが、っていう、まあ、チャンスかなっていうチャンス、まあ、はっきりさせるチャンスかなっていう、はい、うん、言えっていう感じですよね。言う、まあ、言わないとそのまままた疎遠になるだけですよね、うん、はい、言えか待つって話ですか。来ない、来なさそうですよね、うんうん、来ない、あ、たまには餌をくれ分かる。そうなん、本当そうなんですよ、うん、はい、サトシさん、賢いサトシさん、こういう人はこの人はこういう場合は決めない人だ、うん、なら私が決めようと決めつけちゃった方がやりやすい気がする、うん、でも、まあ、そうやってやってて、うん、でも彼が答えて、やっぱり答えてくれなくて疲れちゃったって話ですもんね。このなんで決めないんだろうって話ですよね、 SJ からするとね。 SJ からすると、はいはい、だからそこはこう決められない人って、私は決めれる人って決めちゃえばいいんだ。そうでも、まあ、決めてこれまでやってきたけどってやっぱ多分ね、餌問題だと思うんですよ。餌をくれですよ、うん、まあ、愛していると言っとくれですよ。虚しくなるっていうから、やっぱり引っ張っていってもらいたいんじゃないですか。いや、僕は そこじゃないと思います。本当ですか。要は好きの気持ちが大きい方が、うん、なんか負けな感じがするんですよ、うん、その感じって分かります。共感、僕と共感今してます。うん、あ、してない。まあ、その
その好きの気持ちが大きい方が勝ちみたいなのは分かる気はしますけど、勝ちじゃない、負けなんですよ。負けなのは分かる気はしますけど、はいはいはい、いつも君はそうだったからね。いつも相手が相手が好きだ好きだって言ってくれたから、いつも君はそういう思いをしてきたんだよ。いやいや、じゃあそこと、はい、そこと同じ問題ですかって話ですよ、僕の。あ、ほら、多分、ね、こんな感じなんでしょうね。多分ね、うん、こんな感じ。こんな感じ。はい。これを楽しめばいい。マリちゃん、こんな感じですよ、今、多分。っていう話ですよ。はい、そう。僕は今、楽しいですけどね。僕も楽しいですよ。はいはい、あ、何決められないのって言っとけばいいですよ。あ、もう、好きなら僕はね、それでいいと思うんですよ。うん、そう。はい。そう、だから一緒に多分彼は一緒にいるんだったら、うん、多分もう好きっていうことですよね。好きっていうことだし、はい、多分怒らないってことは、はい、一生懸命合わせようと頑張ってんだと思うんですよ。もう、あー楽しそう。楽しそう。だからそこをもうなんか笑い話にしちゃえばいい。羨ましい。そう、羨ましいしかない、うん、笑いながら言っちゃえばいいんですよ多分。遠い日の花火。はいはい、チキショー。